これがね、山岳仏教を、象徴する、ね、建物ということですね。寺があった500年前は、山火事を防ぐため周囲を畑にして自給自足をしたと。今日来てるところはね、熊山山頂とかにですね、この後ろの。はい。で、今日は、まあ、岡山でね、有名な、場所、観光スポットの一つとされている、熊山遺跡にね、行ってみようかなと思うんですけど、まあ、ここに来るまでね、結構長い道のりでね、車で登ってきたわけなんですけど。山頂までね、車で行けるということで、比較的まあ来やすいのかな。まあ道がちょっとね、車でも大変だったんですけど、まあなんとか来ることができました。で、今日がですね、まあその熊山遺跡なんですけど、まあその山頂付近にもね、なんかいろいろと神社があったりとか展望台あったり、まあ遺跡とかなんかまあね、あるんですよね。で、まあこれ井戸があるってことは、まあここもともと人が住んでたのかなというぐらいな、まあ昔のね、重要な拠点の一つだったのかというぐらいな感じで、まあ今日はね、その熊山遺跡を中心にね、見ていこうかなと思います。はい、というわけで、今日はここに行こうかなと思います。初めてなんですよね。井戸があるということなんですけど、この先にあるってことですね。よいしょ。井戸があるみたいですけど、この湧き水は登山者が口にする大切な水です。これ実際に飲むことができるんですね。空気が綺麗ですね。なんか声がね、透き通ってね、いく感じがなんか伝わりますね。空気もすごい綺麗な感じで、酸素濃度が高いというか、なんかそういうね感じ
ですね。まあ、この熊山遺跡の山頂なんですけど、だいたい標高が500メートルぐらいあるんですかね。まあ、その高さ的にはピンとこないんですけどね、結構ね下の方より、この山頂付近の方がひんやりしますね。ひんやりするのと、まあ、途中登ってくる時に、まあ、その気圧の関係なのかな、ちょっとよくある耳がなんかツーンとするような感じでね、上に上がってきたんですけど、熊山神社ということで、もともとその熊山遺跡ってのが一体何なんだと、いう方がおられると思うんですけど、この宗教的なね仏教の、関係した、ものだということで、かなりねだいぶ昔に、できたと言われているんですけど、まあ、この神社もねそれに関係したものかと思いますね。よし、見えてきましたね。よいしょ、思うんですけど、この神社の横地なんですけど、建武3年1336年ということで、まあ、それぐらいの時代からこの熊山のこの遺跡周辺で、まあ、その生活というか、まあ、動きがあったということですかね。はい、ここでお知らせです。スピチューブインスタグラム始めました。ぜひチェックしてみてください。よろしくお願いします。寺があった500年前は、山火事を防ぐため周囲を畑にして自給自足をしたということで、まあ、この付近に何かあったということですかね。はい、というわけで目的地に到着しました。これが一番有名なね熊山遺跡ということで、なんでこんな形になったんかなとかいろいろ思ったりするんですけど、熊山遺跡山頂588メートルと、いうわけですね。まあ、これがね山岳仏教を、象徴するね建物ということですね。続いては展望台ですね。結構綺麗な眺めが望める場所だと思うんですけど、はい、というわけで皆さんご視聴お疲れ様でした。今日はね熊山遺跡ということでね、まあ、山頂から、登ってきたんですけど、まあ、山頂からだとだいたい10分以内にはこの遺跡の場所に、行けるかなと思います。まあ、比較的に行きやすい感じで、結構ね人も多いですね。大自然の中で、こういう形でねいろいろとそう見ることができるということで、なかなかなんかいい雰囲気な場所かなと思います。ぜひ皆さんもね、機会があったら、行ってみてください。というわけでまた、ご視聴の方よろしくお願いします。はい、それでは失礼します。
ラバンスピチューブ始めました。普通では上げられない動画、未編集の動画を主に上げてます。ぜひチャンネル登録よろしくお願いします。この動画をいいと思ったらグッドボタン、悪いと思ってもグッドボタン、チャンネル登録もよろしく。